こんにちは、速稼塾の久保でございます。前回ですね、懐かしの自動販売機、昭和40年代生まれということで、まあいろんなね、古い自動販売機の話題でライブ放送盛り上がったと思うんですけども、視聴者の方からですね、まあ岩国にお住まいの方なんですけども、いや岩国にはね、こういう自動販売機があるんだよと、これちょっとこの前の放送を聞いて懐かしくて立ち寄っちゃったんで、この画像を見てくださいよってことで、画像をね、何枚かいただきましたんで、本当ありがとうございます。これについて私もね、ちょっとお話していこうかと思います。まずはね、画像をちょっと見ながらね、いろいろ語っていきましょう。どうぞ。はい、まずね、お菓子の自動販売機でございます。もう右側のね、500円玉は使用できませんっていうのが時代を感じさせますよね。そうなんですよ、500円玉がまだね、なかった時代の自動販売機なんですよ。ということは年季が入っていて、40年前ぐらいの自動販売機ですかね。で、左側見ていただくと、お菓子っていうのでね、いろんな小さなお菓子が入ってますけども、このお菓子自体は40年前のものではなくて、最近のお菓子だと思いますけどね。こういった自動販売機をこうメンテナンスしてくださってね、で街行く方にこういったお菓子を提供してくださる、そういったところがあるんだなと思ったら、なんともほろ苦いじゃないですか。多分こういう自動販売機って災害時にものすごく人気になるんじゃないですか。いいですね、このね、古めかしい具合とか、500円玉使いませんっていろんなところに貼ってあるあたりとかね、その今黄色いラベルでお菓子っていうのをね、写真撮ってラミネートで貼ってくださってる方がいるのもなんかね、いいですね。これなんかドライブインとかゲームセンターにこういうのが置いてあったですよね。あ、お菓子売れてるじゃないですか、何点か。あ、これこれ、ラーメンの自販機はすごい珍しいんですよ。あのうどんの自販機はね、今でもね、見かけることがあるんですけども、ラーメンの自販機はもう多分これ作ってないんでしょうね、部品もないし。だから現存するものだけを細かく細かく手入れしながらやっていくしかないっていう状態なんでしょうね。で、このラーメンの自動販売機は、ラーメンの具とか麺とかを入れて、毎朝セットしてくださる方いるんですよね。一杯350円。これね、やっぱ、正直に言って、美味しいか美味しくないかっていうと、美味しくない部類には入るんですけども、でもね、なぜかね、お金を入れて待って食べるときって、状態がそうさせるんですよね。受け取り手の。すごい美味しいんですよ。不思議ですよね。美味しくないのかなと思わせておいて美味しいみたいな。で、なんか癖になるんですよ、このラーメンって。なんかドライブしてね、その道すがらこういうのがあったら、お腹いっぱいでもついつい買ってみたくなっちゃうんですよね。いや、これね、懐かしいっすね。今でも温泉地とかに行ったらあるんじゃないですかね。割り箸と胡椒も入ってるんだ。へえ。連絡080でトラブルの際は連絡してくださいっていうふうに右側のラベルに書いてますね。わあ、いいなあ。錆び具合とかも。この UCC の自販機すごいです。これはさすがに動いてないでしょ。あ、動いてるんだ。120円って貼り替えてるってことは動いてるんですね。真ん中は何ですかね。真ん中はよくわかんないですね。しかもコーヒーの自販機なのに、UCC で1本だけコーヒーがあって、あとは結構ね、ユーザーさんにこびた野菜ジュースみたいなやったりとかね、真ん中には謎のものがあったりとか、よくわかんないのがありますけども。でもこれもね、貴重ですよね。この細型の自販機。もう今、潰れた酒屋さんの店頭とかにこれあると思いますけども、稼働してないところばかりじゃないですかね。これもぜひね、 UCC のこのオリジナルコーヒーあるじゃないですか。このあれですよね、コーヒーも変わらないですよね。ちょっと甘みがあってね、これも今ディスカウントストアで買えば100円もしないものなんですけども、自販機で買うその懐かしさがいいじゃないですか。飲むんだったら UCC というのでね。あ、鍵穴がもう壊れちゃってますよね、これ。これ使えるのかな、この自販機。どうだろう。ガムの自販機ありましたね。フラボノイドガムとか言ってね、ノータイムとか。こんなガム今でも売ってるんですね。このノータイムっていうのは確かね、私が小学生の時にあったような気がする、歯磨きガムだったと思うんですけども。ガムの自販機。あ、喉飴っていうのは下の方にあります。いや、懐かしいな、これもな。この錆び具合、廃れ具合がいいですね。あ、商品が出ない場合は、連絡お願いします。電話番号が書いてますね。うどんそば。これこれこれ。これ、岩国にも、その、自販機がバーッと並んでるところがあって、私、広島市内からね、よく行ったもんですよ。いや、あの山道懐かしいな。三輪町とかだったかな。なんか、三輪ムーバレーっていうね、テーマパークがあるんですけど、その手前にこういうのがあるんですよ。いや、懐かしいな。天ぷらうどん300円。肉うどん。ねえ。これはね、今でもね、見かけることがあるんじゃないですか。広島だったら船入りの方にもあったのかなと思います。岡山でもね、ちょっと見た覚えがありますよ。どこだったか、どこだったかな、あるんですよ。うわー、いいな、いいな、いいな。
おお。はい、ということで懐かしい写真を送っていただきました。いや、これはいいですね。今度ね、ぜひね、自動販売機使ってるところとか食べてるところの画像や動画があったら送ってもらいたいんで、よろしくお願いします。私もね、近所にそういうところを見つけたらちょっとね、探していってみようかと思います。そして私はその全国のこういった懐かしい自販機を特集しているね、そういった本、なんだこれは、なんだこれはなんか指が動いちゃいましたけども、特集している本がありますんで、それを見ながらちょっと近所のところにはね、行ってみようかなと思います。そして写真なり画像なり撮って、また皆さんにね、お届けしようかと思いますんで、よろしかったら YouTube の方引き続きご覧ください。それでは資料を送っていただきましてありがとうございました。これからもいろんな資料、全国のね、自動販売機、懐かしいなってものがありましたら送ってください。それこそ自動販売機1台のところもあると思いますし、あとね、廃棄されているものでもいいです。先ほどお話した潰れた酒屋さんの店頭にある懐かしい自販機とかが、ね、あったら、もう動いてなくてもいいんでね、ぜひ教えてください。もうすでにね、もう廃盤になった銘柄とかのカンカンがそのまま残ってるかもしれませんし、あとアイスクリームの自動販売機ってのもあるじゃないですかね。自動販売機で盛り上がっちゃいましょう。それでは